ネッサース、ロングホームルーム、ななみです。樋口くんです。りくです。今回も前回に引き続きりくがゲストで来てくれてます。引き続きのりくですね。引き続きの。お願いします。はい。1本目の可動性を生かし、2本目はね、躍動してくれると期待してますけど、りく。はい。任せてください。ちなみに俺がちょっと最近思ったことというか、テンション上がったことがあって、 GTO 見た？あ、見た？黙る？お前フリーズしてる？動いてる。なんで喋んないの？聞こえた？え、グレートティーチャー鬼塚すか？あ、そうね、ちょっと違う。フルネームで言うんならさ、待って。え、なんかさ、結構最近放送されてたよね。ですね、ですね。うん。なんか新しい大人バージョンの GTO。俺見たことないんすよ。え、その、昔のも知らない？昔の、もうほぼ知らないです。ああ、まあそりゃそっか。あれはそっか。え、じゃあさ、アキラがやってたの、エグザイルアキラがやってたの。まあそこだけなんかちょっと記憶の断片に。あ、でもそっち世代なんだ。なんかヤンキー構成させるみたいなやつでしたっけ。なんかヤンキーでもないんじゃない ？GTO ってちょっと。いろんな問題抱えた子みたいな感じ。なんかどっちかというと。元ヤンの先生がそのちょっと陰湿なさ、ネットいじめとかするのを解決するみたいな。へえ。うん。1話で壁ぶっ壊すのよ。教室の。マジマジ。その昔のね、昔の GTO は1話で鳥町隆が人ん家入ってって、生徒の家入ってってハンマー持って。壁がやーんってやって壊すっていう話だ。やば。すごいよ。マジ。すごい。今で考えられないでしょ、多分。うん。今多分 TVer で全部見れるんだよ。ああ。で、俺今日さ、5時に全部終わって帰ってきて、6時ぐらいだったから、その1話見てたのよ。その、この間のも見て、私も見て、あの1話も見て、ね、1話いいよ、 GTO の1話ぜひ見てほしい。めちゃくちゃ面白いから。今多分 TVer で全部見れるんで、ね、マジ見た方がいいよ。でもなんかネットフリックスかアマプラでもあるんだよ。グレートティーチャー鬼塚、やっぱ反町隆史の方ちゃんと見てほしい。小栗旬がめちゃくちゃいじめられてるの。その高校生の小栗旬が出てて、めちゃくちゃいじめられてるの。今じゃ考えられないぐらい、ちびっこい小栗旬が出て、いじめられてるから。どういうリアクションで。そのうなずきとかじゃなくて、その何か言った方がいいのよ。へえ、全然知らない。あ、知らないんだ。そっか。え、じゃあその、まあ俺も厳密に言うと世代、全然知らないです。再放送で見てる世代だから。GTO は。はい。その学園ドラマって何が世代なの？学園ドラマ。学園ってもう教室みたいな。ん？教室みたいな感じですか？はい。高校生みたいな感じ。語彙が終わっちゃってなんか教室ですか？
学園っていうのは教室ですかじゃない。だ先生と生徒出てくるみたいな。そりゃそうだよ。いやでもあれさ、あれは見てました。3年 A 組。ああ、うん、津田まさきね。はいはいはい。ああなってくるのか。でもあれでも、高校1年ぐらいぐらいですかね。世代っていうか、うん、放送されてた時期は。5年前ぐらい。うん。そんなものと思います。え、ナナミはなんかこれ見てたもんか。もう多分その GTO の EXILE の一番が多分割とテレビ見てた時にやってたんで、割とちょっと世代かもしれないです、その EXILE 版の GTO が。はいはい。え、あれ何年生？あれ何？いつでしたっけ、あの EXILE の GTO って。俺大学1年生だった気がするんだよな。ああ。12年前だった。12年経った俺。大学生から。あ、まだ2012年とか。そうだよね。12年前ぐらいだよね。うん。小学生ぐらい。うん。確かに結構見てたかもしれない。大学で初めて横座った子が、男の子の友達が、なんか、うちテレビないから、GTO 見たいんだよねっつって、うちに1ヶ月住み着いたことある。そのまま1ヶ月住んでる。1ヶ月も住むんですね。住んでいいよ、住んでいい。いいよ。GTO のために。GTO 見るしよ。いいよ、撮っとくからいいよ。すげえ。ちょうど覚えてるんだから。本田翼が出てたよ、確か。あ、そうです、そうです。本田翼がなんか、めっちゃ天才の子みたいな。そう、なんか、IQ200 いくつみたいな。そうですよね。200いくつ。そうそう、そんなんだったよ。はい、ちょっと、反町隆史の方見てほしいな。壁ぶっ壊すから。そう、壁ぶっ壊すの見たいです、ちょっと。一、う、番、ん。うん、なんか壁ぶっ壊すのはちゃんと見れば本当感動するから。あのぜひ。で、多分そこ 見たらあの止まんなくなると思う。はい、なるほど。はい、あの松島奈々子めちゃくちゃ可愛いの。あの女の先生役で松島奈々子が出てくる。あ、それやばいよ。で、あの二人そこで、それで結婚したの知ってる？あ、それきっかけなんですか？多分そうそうそう。へぇー。結婚したんだけど。で、そうそう。で、うん、あの、最新のやつ、もう、反町隆史大人の GTO が、ほんと、つい多分3日前ぐらいに放送されて、で、まあ、リアルタイムじゃ見れないから、TVer で見たのよ。うん、で、TVer で、TVer でほら、CM 入るとさ、30秒絶対見なきゃなんないじゃん。わかる？リック使ったことある？俺、サブスク系一個もないっす。サブスクじゃないんだけどね。TVer 無料。あ、サブスクじゃないの TVer。TVer 無料なんだけど。そう。で、使ったことないっす。見ると、その30秒の CM で、反町隆史と松島奈々子が CM やる。へぇ。そう。これなんかずるくない？これはと思って。夫婦共演めっちゃいいやんと思って、だからめっちゃこうエモってなったエモってなったって話やった。なるほど、うん、はい、という話なんで、ぜひちょっと GTO 見てほしいわ。じゃあなんか学校の先生になりたくなった。へえ、はい、学校の先生になろうかな。学校の先生じゃないですか。そうなんです。壁とか壊していこうと思って、これからは。うん、壁壊すんですか？どんどん壁は壊していく。もう、あるだけ壁はもう、ハンマー、常にハンマーは。邪魔だなと思った壁はね、壊していく、俺は。はい。ことにしたので、ね、これからは。ということで、はい、俺に立ちふさがる壁たちを、気をつけろよ。壊されます。はい。おー、ちょっと待って。
いきますか。はい、じゃあ、それでは始めます。気をつけ。レイ。レイかな、ラングホームルーム。このラジオは地方 FM でラジオ番組を持つことを目指す我々タフス FC が編集をしないように話すことに尽力しながらリスナーの皆様にロングでホームでルームなお時間をギフトします。本編の前にお知らせです。我々東京外国語大学サッカー部はウェブサービスやスマートフォンアプリなどの開発を行うギフト株式会社様からご支援いただいています。エンジニアを目指す方の学生インターンなどの募集も行っております。ギフトさんのホームページは概要欄に載ってますので、ぜひご覧ください。さあ、では行きましょう。今日のテーマは、おすすめの〇〇です。おすすめをね、おすすを。皆様のなんかこう一押しを知って、まあ、明日ちょっと行ってみようかなとか、見てみようかなとか、もう増やしていきましょう。増やしていく。はい。知りたいのあるリク、なんかおすすめの〇〇。おすすめの〇〇。おすすめの、あ、知りたいのっすよね。うん。みんなでこれもおすすめ話そうよ。で、あの、あと、言うときは自分もあれよ。うわ、自分もなきゃいけないのか。それそうだろ。そんな、話しないことをみんなで話すんだよ。なんだろう。あ、自分もあるのだと、あ、自分もあるので聞きたいのだと、おすすめの YouTube チャンネル。ああ。いいんじゃない？確かに。聞きたいですね。ちなみにリク何？俺は、あの、バヤシ TV っていう、聞いたことあります？めっちゃ有名じゃない？あれ有名？嘘でしょ？フォロワーめちゃくちゃ多いでしょ？めっちゃいるやつ。海外もめっちゃ人気のやつだっけ？あの、飯の人でしょ？え？あ、そうそうそう。え、あの人、TikTok じゃないの？あれ？不発か。え？そんなのいいんじゃない？違う？いや、YouTube もあるんですよ。あ、そう。うん、本当だ。あ、TikTok 見んかな。TikTok も確かに。あ、めっちゃ1時間ぐらいの動画いっぱい出してますね。あ、そう？うん、めっちゃ出してる。見えるかな。1時間？うん。料理全部するってこと？多分そうだと思います。すごい。本当だ。2400万人じゃん。え、2400万？やば。ヒカキンとかもう話にかかるぐらい上じゃん。やばくない？すっごい、マジ？すごい。ヒカキンより全然上なんだ。そんなものをなんか。そうなんですよ、バヤシ TV。がいいんすよ。何なんかやっぱめちゃめちゃジャンキーなものを食べたくなる日ってあるじゃないですか。なんか俺あれなんですよ、美味しいものを食べてるとなんかあそこのあれも美味しかったなっていうのをなんか連鎖的に思い出しては今一気に食べたいってなるんですよ。なんかわかります？全然わかんない。ってなるんで、その、バヤシ TV とか見てると、うわ、うまそうってなってめちゃめちゃお腹すいて、その夜ご飯をちょっとバクバク食べられるので、おすすめですね。
そう。何見る？バス TV ですか？いや、YouTube では見たことないです。だよね、俺もあんまり。TikTok で流れたのくらいか。多分さ、TikTok を何にもさ、最初にインストールした時にさ、ただ人気のやつが出てくるじゃん。多分それとかに出てくる気がするんだよね。何の自分の好みが反映されてない状況でやった時に、なんか TikTok とかで最初に出てくるようなイメージなの。ああ、もうそういうレベルか。もうだから本当すごいと思うんだけど、まあでもなんか、そんなこう、おすすめする人には初めて会ったかや、おすすめっす、マジで。本当あにれお腹さ、すきます、あれ見てる。TikTok フードあるじゃん、そういう。なんかさ、チーズどちゃがけしたりとかさ、卵のはい卵はい。黄めちゃくちゃ、多くしたりとかさ、絶対美味しくないよ。はい。いやいやいや。え、あれ、美味しいと思う。おいしいに決まってるじゃないですか。いや、絶対あれ、普通の量のが美味しい。ああ、そういうことか。卵黄だったら絶対1個のがいい、絶対。チーズも、適量のがいい、絶対に。なるほどね。わけわかんないぐらい揚げるじゃん、大体。はい。あんな揚げない方がいい、絶対。なるほど。あれね、なんかオルナミン C があの量みたいな。オロナミン C があの量ってどういうこと？ え、わかった？オルナミン C ちっちゃい瓶であるじゃないですか。ああ、そういうことね。あの量だからいいってことね。なんか500ミリリットルとかじゃなくて、そう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 。ドデカミンって誰も飲み切ったことないらしいじゃん、あれ。ドデカミンで500ミリ飲俺みに切っしたて。ことある人いないらしいから、この世に。だから、そういうことね。そういうことです。だから、あれ、なんだっけ、なんつったっけ。ああ、やったことある、なんか、ああいうの、一個でも。ああ、家でってことですか？いやー、ないっすよ。一回多分やってみた方がいいよ。やったんですか？いや、俺はね、ないけど。でもね、なんか挑戦したことある気がするんだよな。これ絶対美味しくないよなと思いながらやってみた。上手に作れなかった気がする、確か。なんかさ、裂けるチーズを、なんか豚肉で巻いてみたいな。揚げてみたいな。こんなの絶対美味しく、別々で食ったら美味しくないと思って作ったら、なんだっけな、多分豚バラが焼けてなかった気がする。火が通らなかった気が危ない危する。生ない。だ。生だ。普通に技術の問題じゃないそう、技術のもんだよ。だから技術は多分高いのよ。すごい。ですか。ああ、なるほどね。そう、だから。いや、多分、ちゃんとやっても俺あんま美味しくないと思うんだよね。美味しくないか。また文句になってる、これ。文句。大丈夫かな。ちなみに、ななみはおすすめの YouTuber。YouTube チャンネル。私、最近見てるのが2つあって、馬車馬っていう、俺も今わかね、り言おうまとす？思った。馬あ、車本当馬ですいいか？な。馬車馬めっちゃハマってて、結構数ヶ月前から。めっちゃおもろい、変な料理を作るんだけど、それが結構面白いし、結構テンポもいいから、すぐ見れるから、見る。と、二つ目が、ララチューン、ラランド結構好きで、ララチューンをめっちゃ最近見てて、おすすめです。なるほどね。奈良チューンだったら何がおすすめ？ララチューンは、パワポできない西田って回がおもろい。なんだっけ。水平思考クイズ。あ、水平思考クイズがただの悪口ってやつあるやあ、あれです。結構最近のやつ。あれも面白いですよね。知ってる？リク。
全然知らないですね。全然知らない。これちょっとラグいんだよな。なんだっけ、あれ、40分ぐらいあるさ、なんかおもろくない飲み会みたいな。あ、めちゃくちゃ遺伝子レベルで面白くない、つまらないみたいな。30分さ、おもんないやつやってんのさ、めっちゃ面白いあれ。あれ逆に面白い。めっちゃ見てたわ、俺。私もあれ見てました。40分おもんないことずっとやってんだよ。いや、マジカオスじゃん。マジここカオスじゃん。ああ、面白いね。ああ、リク知らないんだ。全然知らないっすね。ラランドはわかる。ラランドは、なんか、男と女のコンビですよね。そう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 。あれっす、あれ、100ボケ100ツッコミ。ああ、ラランドは、だかな。気がするっすね。見た方がいいよ、面白い。ラランドマジ面白いね。ララチョウ。ラチョウ面白いから。おのおのの個人チャンネルもあるんだけど。うんこチャンネル。うんこチャンネル。みんながうんこチャンネルってチャンネルやってんだね。登録者が多分9万とか。ああ、結構結構。で、本当に多分先月か先々月ぐらいに、サーヤが、自分の個人チャンネルを開設したのね。へぇ。そう。で、1日でうんこチャンネル抜いた。ああ、すげえ。1日で10万ぐらい行って。すげえ。速攻超えた。サーヤはあれやってんのよ、スレッズ。うん、そう。X は終わりですって言ってて。ね、ずっと。だからね。でももうそのうんこチャンネル超えましたってちゃんと言ってた。知らなすぎるな、リクが。ぜひ見て。馬車馬は分かる。馬車馬は分かる。馬車馬も分かんないです。馬車馬分かんないんだ。馬車馬もおもろいよ。短いから見やすい。ですよね、うん。そう。それこそね、ちょっとその、バイアス TV 感あるよ。うん、創作料理みたいなやつだから。うん。へぇ。ちょっと、後で見てみます。うん。麻薬稲荷。麻薬稲荷。稲荷。麻薬稲荷。推しのカービィとか、推しのカービィとか気づかせますの。わかんない。最近さ、外大ランってうちの動画出たじゃん。あのオープニング曲が、最初に使ってる曲が馬車馬の曲です。そうだそうだ。アイス、大丈夫なのか、それは。じゃあ、ちゃんとフリー素材かとか調べてるんで大丈夫です。ああ。はい。この間出した料理のお兄さんの動画も、ちゃんと料理のお兄さんと同じ BGM 使ってますけど、あれフリー素材って調べてるみたい。ああ、そっか、ちゃんとしてるんですね。最近コムドットのオープニングをパクったりとか、完全にパクリ、パクリだけで、最近やらせてもらって。すいません。ちなみに俺はあれですね、板橋ハウスですね。あ、はい、あ。います、たまに。ずっと板橋ハウスが好きで。年始にね、俺は今年の最初の行事が、板橋ハウスの公開収録、大丈夫の公開収録に行くだったの。うん、でも言ってましたよね。エナとそれでつながってるの、私。カードくれたので、エナが。ああ、なんかストーリー上がってたのを見たっす。で、エナが3人目をゲットしたから、なんかくれますっていう、あげますっていうストーリーをなんかあげてくれたから。おぉ。本当だ。で、もう一人、吉野っていうのがいるんだけど、それも、だから それは顔ファンが多いらしい。このカードがあんまなかなかないらしいんだけど、エナがついに手に入れたので、今度部活来たらくれるって言ってたから、もう早く来いよっつって。なるほど。そう。
ていう話になっております。ぜひね、まあみんなある程度ちょっと見たことあるよね。うん、あります。あります。そうそう、陸やってたもんな、あのヘアワールドカップで。あのやりましたね、合宿のあれで。お前な、あの激滑りしてたやつ。あれはちょっとコメンテーターをソウスケにしたのが間違いでしたね。激滑りだと、あれな。いや、そこワーキーとか言って滑ってたもんな。ちょっと面白くできた、あれは。はい、いいっすね、おすすめの丸々。まず YouTuber 良かったですね。ありがとうございます。タフス FC のチャンネルもよろしくお願いします。お願いします。パクってるので大丈夫です。じゃあ、ななみ行こう。おすすめの〇〇。おすすめの〇〇。おすすめのサイズのメニュー聞きたいです。なるほどね。みんなの結構毎回迷っちゃうので。え、どの、結構行く？たまに行きます。美味しいよな。びっくりしちゃうぐらい美味しいよな。うんうん。どう行く？リク、どんぐらい行く？サイズ。最近いつ行った？タイで最近。大学受験時代まで戻りますね。あ、そう。うん、はい。それこそさっき、あの、1本目の時に話した友達とは、ちょくちょく、サイゼ、お昼休みとか、ちょくちょく、サイゼ行くかって言ってましたけど、大学生になってからは多分行ってないんじゃないかなと思います、ね。大学生って一番使わない、サイゼ。東戸塚2店舗あるんですけどね。東戸塚好きだな。あんま行かないっすね。俺結構意外とさ、あれなのよ。俺部活までの時間がさ、要は、最初に仕事終わって、次部活って移動になるじゃん。ここが大体2時間ぐらいあったりするんだよ。で言うと、え、どこにいるってなったら、Wi-Fi あるファミレスなんだよ、大体。うん。だから、ガストとか、サイゼとかになるから、割と行った気がする。1年間。うん。俺の多分意見なかなかもまとえてると思います。ちなみに、並みは何を頼むの、いつも。私は、絡みつきはマストで頼むんですけど。あ、そう。で、試食を結構いろいろ回して頼む感じかもしれないです。リクはおすすめ。俺はポテトですかね。ポテトあるっけ？あ、あります。あ、あります、あります。鉄板に乗った、うん、あんまいなくない？ポテト頼む人。あんま聞かない。え、マジですか？聞かないかも。あんまいないよ。え？え、俺多分ポテト 100% 頼むっすね。マジ？どういうポテト？サイズのポテト。なんかあれっすよね。なんか、マックみたいな細長いタイプではないっすよね。うん、確か、うんうん。あ、そう。ふと。丸っこい。丸っこい。丸っこい。しかタイプ。結構しっかりした味だ。はい。俺ポテト好きなんですよ、めちゃめちゃ。はい。じゃがいもが好きなんですよ。あ、ポテト。よくないね、食生活が。ポテトを頼みますね。あ、そう、まあそうだよ。肉、ポテトめっちゃ似合うぞ。似合う？ポテトバクバク食ってたらもう本当に似合う。似合う。マジか。マジ似合う。キャラに合ってるっすか？マジで合ってるよ。ポテト好きなんですよ。美味しいから。美味しい。美味しい。可愛すぎるって。可愛すぎるでし
ポテト好きなんですよね。美味しいから。ポテト好き。でも、もうこれはね、一択です。サイズのおすすめは。これはね、もうね、あれです。間違い探しです。ああ。確かに。あれは。むずいっすよね、あれ。あれはもうね、ずっとやってればいいです、別に。ドリンクバー頼んで、あとは。はい、もういいです、他は。それまでに、あの、なんか、違い探しね、確かに。こういうパンだけ頼めばいい、そしたら、困ったら。なんかこういう。三角形。ありますね。フォカッチャみたいなのありますね。フォカッチャみたいなのあるんで、それだけ頼んで、あとは、あの、居座って間違い探しです、ひたすら。あれ、多分10個見つけるには、本当夜までいなきゃなんない。それこそ開店から閉店までじゃん。動物園ぐらい。間違い探し。長い長い。あれ、実力で全部見つかる人、なかなかいないんじゃない？マジで。最後の2個ぐらい、マジやばいよ。季節ごとに変わるので。でも間違い探し、変わったらいかんやんないか。間違い探しということで、ね。ミスっちゃった。いや、もう一個ぐらい、もう一個行こう。おすすめの丸丸。どうりく。おすすめの丸丸。全然考えてないな、こいつ。次のこととかを指すの、同時に全く考えないからさ。シングルタスクな人間なんで。おすすめの。おすすめのゲーム。ああ、なるほどね。スマホ？おすすめの。いや、却下だ。ゲーム機で。ゲーム機？却下で。ゲーム機で。却下。却下？絶対面白くない。だって。でしょ、ね、何が面白い、これ。あ、じゃあ、わかった、わかった。わかったっす。自分、ちょっとないやつなんですけど、いいですか？ちょっと、最近、ブック読みたいブームが来てて、自分の中で。妹いるんですけど、すんごい本が好きなんですよ。で、逆に、俺は全然、本とか読まないタイプ。で、なんか、人生で本当に、ちゃんと読み切った本少ないみたいなタイプなんで、なんかおすすめの本とかあったら、聞きたいですね。これ面白かったみたいな。はい。なんか。マジゼロ、リク。ゼロかな。本当にほぼゼロだったら、最初からなんかすごいレベル1から始めた方がいいってことでしょ。はい。グリとグラじゃん。そうです。それの有形はありますよ。あ、違う？うん。腹ペコ青虫、それか。いや、もうありますよ。そこは通ってる、ちゃんと。通ってます、通ってます。じゃあ、分かった、よかった。本当におすすめの本、教えてほしいです。おすすめの本か。最近何なのかな。妹はさ、何？はい。こっちで読んでる。それとも、iPad とかで読んでる。あ、もう本当に、こっちで。あ、そっちなんだ。本、紙で読むタイプで。漫画は？リク、漫画は？いや、俺、漫画、マジで通ってないんですよ。あ、そう。
活字に触れないんだ。そうなんですよ。漫画も全然持ってないです。そうだね。その最近、ちょっと最近話題の外大生漢字できない説がね、うちの部活では浮上してるので。あ、そうなんですか。リクのせいで、やべ、これ絶対言ったら怒られるんだ。え？ああ、俺、ああ、あれか。扁桃痛ね。扁が、片頭痛です。で、休みますって、送ったら、それを扁桃痛って呼んだやつがいて。怒られる、怒られる。あいつ怒るから、これを。だから、名前は出しませんけど、こういうの言われるの一番嫌がるやつが。確かに、確かに。で一番嫌がるので、俺もネチネチ言ってるんですけど。ここすっげおい！ここすっげあ、まずいまずい。私、漢検2級持ってますよ。マジ？小学生の時に取って。小学生？小学6年生の時に取ってました。天才じゃん。天才だったんだよ。かつて天才だった。かつて天才だった。フリーピーナッツみたいに言うな。フリーピーナッツみたいに言うなよ。2級ってそこそこむずいっすよね。うん、めっちゃむずかったけどね。なんか頑張った。ってすごい。高校、だって高校のレベルじゃん。大学受験とかに使えちゃうようなレベル。多分そう。授業とか。頑張りました。もう本は、でも、ってことは本は読んできてるんだ。そうです。結構多分、小学生の時はすごい本の虫だったんですよね。あ、でも私、結構めっちゃ本読んでた時期が、まあ、中高生だったんですけど、その時陸上部入ってたから、珍結構しい。そう、陸上系に関わる小説が好きで、結そう。構、スポーツ系、だと結構読みやすいかなと思うんですけど、なんか風が強く吹いているっていう駅伝のお話なんだけど、それ私長距離選手だったので、ちょっと自分と重ねて読むのが楽しくて、テンポも良かったから、それ結構読みやすかったなって思うから、こちょっれまさか舞台ってこと？これこれまさかさ、舞台めっちゃ風強いもんね、陸。確あ、そういうこと？かに。これまさか舞台の話なのかこれもさではないかもしれな。そうだ、よかった。なんだ。どこだったんだろう、場所。場所。あ、世田谷の方、あ、どうかな。世田谷そんな風強くないよな。強くないですよね。全然これまさのが強い。これまさやばいもんな。確かに、これもさ、やばい。これまさの風はやばいぞ。そういう話じゃないのか。違いますね。風の強さっていうの。風速とかの話じゃないのか。え、陸はさ、小説とか、要はなんかそはい。の、勉強に、なんか自己啓発とかの本にも種類がある。はい。どういうのを読みたいの？携帯小説。携帯小説知ってる。こう変いう。態小説。変態小旅説。行。変態小説じゃないよ。なん変態つっ小説た？読みたい？変態小説。大丈夫？変態？変態小説じゃないよ、今。違う違う。読みたい？俺、小説系読みたいっす。ああ、小説なんだ、やっぱ。小説系読みたいっす。なるほどね。じゃあさっき言ったやつ。いいじゃん。風が強く吹いている。おー。読んでみようかな。面白いと思う。小説ね。なんだろう。小説俺読まないんだよな。でもあれじゃない？東野圭吾じゃん。ミステリー読みやすいんじゃない？確かに確かに。東野圭吾、読んだことあったっけ？なんか一冊東野圭吾の読んだ気がするっすね。結構でも多分、中学生とかであんま何読んだか記憶曖昧ですけど、
なんか手を出した記憶はなくもないです。最悪さ、後ろから読んだはよ。い。犯人わかる。ああ、もう、落ちからってこと犯人わかるっていう奥の手もあるね。あ、確かに確かに。奥の手もあるから大丈夫。いけると思う。なんだろうね。あれ知ってる？イニシエーションラブって知ってる？読んだことある？映画になってるんだけど。ないっすわ。前田敦子と松田翔太で映画になってるんだけど。これめっちゃ有名。確かに。だし、これこそもう落ち物だから。大どんでん返し系だから。へえ。こなんれか確かに、あれっすね。小説が映画化されてる小説を読んでみるっていうのも、ありかもしれない。そう、だから、そう、俺さ、ちょうどさ、今、教育実習の時に読んでたのよ。読書の時間とかに、そのイニシエーションラブっていうのを読んでたの。そしたら、なんかその、中学生だからさ、中1。だから、なんかその、何読んでんの？みたいに来るじゃん。その、わー、なんかエロい本読んでるみたいな。で、その、俺はさ、その、なんていう、リアクションがそんな面白くないというか、その、子供がそういう時に求めるのってさ、まあ、読んでるわけねえだろ、みたいな。俺らはさ、エロい本なんか読んでるわけねえだろ、みたいなさ、ことをさ、求めるじゃん、子供って。俺としたら、エロ本読んでるっていう感じなの、俺。だからつまんない。みんなから、その、求めるリアクションしてくんないから。だから、その、どんどんいじってもらえなくなるんだけど。わかったわかった、そうだよ、みたいな。で、それをね、3年ぐらいして、俺は普通に高校の先生になるのね。ってなったら、その、いるのよ。その、教育実習で見てた子が、その、高校の俺がちゃんと先生になった時にもいるのよ。そう。だから、隣のクラスにその子がいたんだけど、なんかで、わかんない。なんか俺のことは嫌いだったのか、隣のクラスで、なんか、あの先生、中学の頃、朝読でエロ本読んでたっていう噂を広めたらしくて。そう、広めたらしくて。で、そしたら、そのクラスの女の子2人が、放課後の教室でなんか、すごいもじもじしながら、こっち、なんか来てて。どうしたんだよ。いやー、こんなことは聞けない、みたいな。いや、こんなことは聞けないよ、みたいな。なんか、もじもじで二人でやりとりしてんのよ。だから、いいよ、別に何でも聞いていいよ、っつったら、教育実習で、エロ本読んでたんですか？と聞かれて。もう爆笑よね、こっちからしたら。めちゃくちゃ、どういうふうに広まってんだ、みたいな。で、まあ、ちょっと、厳密にお前、レースで見てて。読むと思うかって。冷静に考え。なので、次の日の朝のホームルームで、なんかそういう噂があるらしいと。隣のクラスの、そういうこと言ってるらしいと。もし言われたら、今もやってるよって言って 今、うちのクラスの朝のホームルームでも、コンビニとかで売ってるガチのエロ本読んでるよって言っといてって。もう、誇張しとけ、ちゃんと誇張しとけって言っといたんだ。そんな思い出があるので、イニシエーションラボを読んでくださいっていう。つながんねえか。つながんないか。思い出の一冊ってことですね。はい、思い出の一冊です。久しぶりに、こんな話。最後、ちょっと俺だけから聞きたいことあって、おすすめのドラマを知りたい俺は。さっきちょっと GTO 喋っちゃったけど。何が面白いのか、ちょっと見たいんだよね。おすすめのドラマか。でも俺はあるんだけど。ぜひ、あれは見てっていうのは。これはね、あれですね。だが情熱はあるです。
あ、なんか聞いたことある。見たことある？ない。見たことなない。い。オードリーと、あー。ジャニーズの、その売れるまでを、そのジャニーズの子が、すっごい似てるものまね、ものまねじゃない。似てる感じで、やるのよ。え、最近のやつですか？俺がね、ドイツにいたとき。だから俺、帰国して、去年見たの。なんか、リーグ戦最中ぐらいに見たなんか、聞いたことある気がします、それ。の。これめっドちゃラマ。面まあ、ちょっとこの、職種的に俺が似てるっていうのもあるんだけど、その、個人でやってて、その、売れるまでこう、駆け上がってこう、みたいなのが似てるっていうのはあるんだけど、いや、めっちゃ面白いよ。ぜひって感じです、本当に。っていうのを教えてほしい。どれだろう。俺、あれ見たいんだよね、結構。胸キュン。胸キュン。胸キュン見たいわ。マジか。でもいいよ。別におすすめ胸キュンじゃなくてもいいよ。いや、俺。あれやめてほしい。ごめん。血出るやつは嫌だ、俺。ああ。手術とかが嫌まあだ。まあまあ。手術シーンとか見れない。大門未知子的な。でも、みちこ的なのはちょっと、あ失敗しちゃう、これは。これ全然失敗しちゃう。ー。なんだでも俺多分あんまドラマ見ない人で、面白い系のドラマしか見ないんですよ。恋愛ドラマとか、全然見ないタイプで、だから逃げ恥も見たことなくて、俺。右端世代っだて話から、してるのかはい。なので、99.9か、な。ガリレオっすかね。ガリレオね。両ガ方見リた。レオちょっとでも、両方。血がちょっと出ちゃうかもしれん。んなないんじゃない？その時。そんなないか。多分、うん。ガリレオは面白かったっすね。で、99.9も、香川照之と松潤がめちゃめちゃ、中 止、ダメダメダメ。すっごい髪引っ張ってたやつでしょ。が、あるそと。の、二人がすごいハマり役で、なんかギャグの兼ね合いとかもあるし、普通に、話の筋も通ってるし、みたいな。ストーリーとしては面白さもあるしで、面白かったですね。面白かった。俺もそれは映画も見た気がする。ああ、杉咲花も。そう。なんか子供が薬入れちゃうやつ。ネタバレしちゃった。あ、そうじゃん。多分その2つですかね。ななみある。私は、恋愛ドラマだったら、初めて恋をした日に読む話。で、フカキョンと横浜流星の。じゃ、今日その話した。あ、しました？今日ちょうど、1年生いっぱい来たから、ああ。緑の髪の子がいて、あれ、あ、見学しちゃった子。ゆり系みたいな 話したもん、ちょうど。そしたら、リナも、アナも見てなかったんだよ。ああ、そうなんだ。私、それドハマりしてた。俺最後の3話ぐらい見たんで。最後の3話。最後の3最話後ぐらい。の3話だけ見た。あれ結構好きだったね。なんだろう。なんか最近めっちゃ台湾のドラマにハマってて、おやっい。ぱ留学してたので。で、でもそれ結構ミステリーとか面白いんですけど、めっちゃ血出る系だから多分おすすめしない方がいいです。すごい、視察とかめっちゃあったり、撃たれたりとかめっちゃあるから。ああ、まずい。
それ、なんだろう、今、見てたやつ探してるけど。1話から見るって言ってもあるのか。1話、確かなんかあれだよね。フカキョンがさ、告白されてさ、お面かぶるとこかわいいよあ、そう、めっちゃ可愛いです、それ。ね。知ってるのか。全然知らないわの。かんない。多分ね。恥ずかしくてお面かぶるのよ。節分ね、節分。受験直前じゃん、節分。全然入ってない、こいつ。全然わかんない。わ かんない。俺今ちょうどあれ見てんのよ。TVer でさ、バーって今なんかドラマいっぱい出てるから、どれ見ようかなって。川口春奈と横浜流星で。わかります。なんか長い、それもタイトル。長いですね。聞かざる。あ、聞かざる、たる恋には、なんか理由何があるみ理由があって、じゃあそんな感じですね。たいちょっと見てな。ました、私もそれ。これを頑張って最後まで見ようと思ってる、今。全然陸が 止まって。ごめん。刺さってない ごめん。面白いですか？面白い。面白いと思うよ。面白い。星野源。星野源。星野源が歌う主題歌。全然ドラマ乃木見坂ないかけど。なんかの出てるよ。かわいい子。乃木坂のなんかかわいい子が出てる。もうちょっと、ちょっと名前忘れちゃったけど、出てましたね。だけど、乃木坂のなんかかわいい子が出てあ、そんな感じですかね。いいんじゃないですか。じゃあ、今日はこのところでエンディングに行きたいと思います。えい！何ですか？えい、俺大学生。ワンチャン、ワンチャン。もういいですか？ちょっと、えぐいて。いや、私もう行くんで、失礼します。ノリ割り？そんなんだとコールしちゃうよ。コールって公の場でしないですよね。警察もいますよ。ええー、なーに持ってんの？ロングホームルーム。マイカのロングホームルーム！い、ということで今回は2回連続、リクに来てもらいましたが、リクちょっと今回は2回目の収録だったけど、どうだった？ちょっと1本目で話しすぎましたね。確かに。あれだよね。1本目と2本目、そんなに変わんないっていうのが。確かに。続いちゃった感じが。で、なんか、同じようなことをずっとさ、喋ってたけど、楽しかったわ。ただなんか、好きなものがいっぱいただ出てくるだけだからさ、なんかめっちゃ楽しかったの。平和だし。めちゃくちゃ確平かに。和だった。全然30回再生でいいかなと思ってます。いや、見てほしい、みんなに。いっぱい見てほしい。見てほしい。いろいろね、だから。やっぱリクからいい情報来た、今リックは。日。リクのおすすめでなんかこれっていうのは。ポテト好きな印象しかないわ。あ、サイズでポテトと思って思った。サイズでポテトは確かに、あんま食べたことないから食べてみようかなって気もしました。塩効いてるっすよ。あ、それいいね。塩効いてるの私好きだから。結構塩効いてる。面白い。塩効いてるの大事なんですよ。あ、そう。ケンタッキーのポテトとかあんま塩効いてないんですよ。ああ、でもちょっとわかるわ。確かに。芋だよな、めちゃくちゃ。マックもちょっと波がある。あ、そう。聞いてるときと聞いてないときがあるんですよ。塩じゃない、あんなのめちゃくちゃ。いや、時々、あれ？なんか今日聞いてなくね？みたいなときあるんで。サイズはもう安定して塩聞いてるんで、おすすめです。
暑いな、意外と。ポテトに暑かったな。いや、もう、厳しいんで、そこは。ちなみに、りく、その、ナナミと誰がさ、こう、掛け合いしてるのが見たい？あー、俺の次？うん。てか、まあ、新入生行ってもいいかな。確かに、新入生行ってもいいし、多分、俺らの代、あんまりナナミさんと、そもそもすごい関わりある人いないと思うんで。そうだね。そんなちゃんと喋った子あんまいない。だから、もう一個下もあるし、うん、その下もあるじゃん。もう、3年だから。2年もあるし、1年もある。うん、なんか、誰かおすすめいない？おすすめ。へぇー。なんだろう。シュウエイとかいいんじゃないですか。あー、はい。同じ。はい。そっか、五日が、そっか、最下ね。じゃない。シュエ面白いし。これさ、拘束時間が長いから。うん。嫌がりそうなんだよ。ああ、確かに。で次、シュエ多分 NG だから、シュエじゃなかったらどうする次。シュエちょっと来てほしいな。シュエめっちゃ。カズノリとかも面白い。シュエちょっと、あの、ナナミからオファー出して。あ、じゃあ、一回声かけてみて。シュエに次のその時点も決めてよ。え、俺結構カズノリ推しっすよ。ああ、カズね。じゃあ、シュエカズでちょっと、じゃあ、シュエダメだったら、うん、あの、はい、で、先シュエに聞いてみて、あの、滑り止めのカズノリ。カズノリとかなんかエピソードいっぱい出てきそうです。それか、俺とナナミが2時間撮って、1時間シュエ、1時間カズノリって手もある。ああ。ああ、確かに確かに。確かに1時間、1時間で分けても。その手もある。ちょっとそこで行きましょう。はい。うん、2時間。OK。日本撮り。日本撮り。お疲れ様でございました。え、どうだったって聞いてるんだけど、俺は。はい、はい。どうだったって。あうんうんじゃないのよ。どうでしたって、これもう最後の最後だから。あ、ごめん。2本目ですか。うんうん。2本目、あれですね、やっぱ、おすすめの本とか、ドラマとか、俺の、なんか、未開拓な分野が、聞けたのが良かったんで、ちょっと、挑戦してみようかと思いました。グリトグラね、じゃあ。グリトグラを。はい。いや、グリトグラは、もう、なんならありますよ。あるな。あります。読んだことあるね、本ね。やったね。はいはい、じゃあ、こんなもんすかね。はい。それではまた次回です。今回お届けしたナナミでした。メタグロスでした。リクでした。はい、次回、伝説のポケモン、リナ。